警視庁、捜査2課、京も綾香特命指揮官は、家事栄章師による日本のミステリー小説。第12回、このミステリーがすごい。大賞の大賞受賞作。八木圭一の、千兆円の身の白金との、大賞ダブル受賞となった。応募時のタイトルは、真相を暴くための面倒な手続き。著者は現実にいる俳優らをキャスティングしてから執筆に。 ハイルが今作の主人公のモデルにしたのは女優の小西真奈美であり、吉田は竹の内豊かであるという。2014年1月18日放送分、王様のブランチ書籍ランキングにて初登場を読み、アマゾンミステリーサスペンス、ハードボイルド部門で語彙記録。すでに続編の構想を求められていると、産経新聞のインタビューでは話している。2015年1月10日分5日。 2015年7月6日本作の続編にあたる、警視庁、捜査2課、京馬彩香ガバナンスの資格がリリース。2016年10月22日、松下奈緒の主演により、特命指揮官、京馬彩香のタイトルで、ドラマ化、東京、渋谷で銀行立てこもり事件が発生。交渉役として、犯人グループらが指名したのは、強行犯捜査とは無縁の警視庁。 捜査にか刑事、今日も彩佳だった。その意図をつかめず戸惑いながらも現場に急行した、彩香は過去に因縁を持つ嫉妬隊長のことを、本来捜査に介入しないはずの警察庁キャリアの吉田と共に主犯格の国と対峙する。銀行立てこもりに橋を発した事件は予想外の展開を見せ、彩香は大きな陰謀に巻き込まれていく。 2016年10月22日、富士テレビ、土曜、プレミアムにて、特命指揮官、京真彩香のタイトルで放送された。原作とドラマ版との違い特命指揮官、京真彩香に関するカテゴリー。ありがとうございます。